徳島県出身、世界を舞台に活躍中、女性プロ e スポーツ選手、タヌカナ選手です。お願いします。ここで大きな拍手です。はい、こちらに入っていただきましょうね。はい、よろしくお願いいたします。それではですね、タヌカナ選手から一言皆様にご挨拶をよろしくお願いいたします。徳島出身のプロゲーマーの田中と申します。今日はですね、地元の方ちょっと盛り上げるということでですね、こちらへ呼ばせていただきまして、プロゲーマーについてですね、ちょっと皆様にいろいろなことをお教えできたりとか、そして e スポーツ分かっていただけたらと思います。今日はよろしくお願いします。はい、ありがとうございます。さあではね、私の方から改めまして田中の選手についてご紹介させていただきますね。現在、田中奈選手、大阪を活動拠点とするプロ e スポーツチームのサイクロプスアスリートゲーミングに所属しておりまして、日本で2人目の女性プロ e スポーツ選手として世界の舞台で活躍中なんですね。昨年5月に行われましたアメリカでの大規模オフライン大会コンボブレーカー2017では3位とね、輝かしい成績を収められております。拍手拍手。ではまずはアーケードの方で一戦していただけるということですので、どんな感じかっていうあれだけ、そうですね、エキシビジョンということで、まずはですね、はい、では早速見ていきたいと思います。まずは皆さんと、はい、対戦してもらう前に鉄拳セブンがどういうゲームなのかを我々の方でね、はい、説明していけたらと思いますので、はい、よろしくお願いします。お願いします。まず格闘ゲームなので、他に有名なところで言えば、名前出したとストリートファイターですとかいろいろありますが、はい、鉄拳も一緒で、相手の体力をゼロにしたら1ラウンドが取れます。でそのラウンドを、基本的には3つ先取すると1試合勝ちとなります ね。多分今やお見せするのはコンピューター戦なので、ちょっと省略して1ラウンドにしておりますけれども、相手の黄色い体力をゼロにしたら勝ちになります。さあここでコンボが入って、そうですね、今見せてもらったのが空中コンボですね。鉄拳の醍醐味とも言えるものなんですけども、相手を浮かしてずっと操作ができない状態のままコンボを決める、これが空中コンボですね。すごい派手なので、見ててもすごい華やかです、はい、さあ試合が動いて、さあ半分ぐらい減ってきたが、これ、ノーリスクの技を出してきっちり最後に相手をとどめを刺すといった形で、そしてさすがにタヌカナプロ CPU に負ける腕前ではないので、そうですね、はい、こんなねビジュアルとっても可愛らしいです。身長も何センチぐらいですか？150です。あ、ちなみにちょっとシークレットにちょっと入れてるんで、はい、ね、もうミニモニサイズですけれども、こんな可愛らしい田中奈選手ですけれども、それが e スポーツ選手、それもプロになるまでのこの歩みっていうのがすごく気になるところです。この辺をちょっと聞いていきたいと思います。はい、いつ頃からこういったゲームはされるようになったんですか？ゲームは父の影響で、そうですね、小学校くらいからいろんなゲームをやってたんですけれども、はい、格闘ゲーム鉄拳をやりだしたのはアーケードでやってたんですが、高校2年生の時ですね。うん、なるほど、いろんなゲームはやりつつお父さんの影響でお家にあったってことですね。そうです、そうです、はい、ファミコンからプレステからちょっとお父さんがいっぱい持ってたんで、もうバイオハザードもやるし、ドラゴンクエストもやるし、ストリートファイターもやったし、なんかテトリスとか好きでしたね、はい、先ほどプレイいただいたのは鉄拳7ですけれども、その時は何だったんでしょう？鉄拳 6BR というタイトルでしたね。あ、なるほど、じゃあ今から7年8年くらい前になるのですが、そして皆様も知っていると思うんですが、そうですね、ゲームセンターアポロ沖ノ巣店というところでですね、はい、チャリで45分かけて行ってました、いつも女子高生がチャリで、女子高生がチャリで45分かけてゲーセンに行ってやってたわけです。毎日プリクラとかじゃないんですね、ここね。逆にプリクラとか400円かかるから、いやいや鉄拳4回できるやんとか言ってやってなかったですねなるほどあー、そうかそうか。でも結構そういう女子高生珍しかったんじゃないですか？それが徳島にはその女子高生が3人いたんですよ。え、あ、そうなんですか。私ともう2人いて、はい、3人の女子高生が、え、ゲーセンで格闘ゲームをやっているっていう光景がね、繰り広げられてたわけです。誰かね、見たことあるかもしれないですよ確かにね、これだけいらっしゃいますと、もしかしたらね、合ってるかもしれませんけれども、え、その時から強かったんですか？いや、その時は全然強くなくて、あらら、だんだんその周りのみんなと戦っていくにつれて強くなっていった感じですね。あ、そうなんですね。この強くなっていく過程っていうのはどんな風にしていけばいいんでしょうかね。もうやり込むっていうことですかね。そ
ですね、やり込むっていうよりも倒したい相手がやっぱりいっぱいいたんですね。なんで倒したい相手を一人ずつ倒していく。で、最後の一人を倒した時に、そしてまあ徳島で一番になってたわけです。ちなみに多分21人くらいの時の話です。あー、なるほど。対戦相手の方はどんな方が多かったですか？多かったのはやっぱり格闘ゲーム黄金世代っていうんですかね、30歳くらいの方が多くて、結構、まあ、20後半から、うんうんうん、でそれくらいの方に、まあ、最初教えてもらってたのがだんだん戦えるようになって、倒してという形で。あ、なるほど、もう踏みつけていくという感じですね。踏みつけていくはちょっと言い方悪いんじゃないですかね。あ、なるほどね。乗り越えていくぐらいで、乗り越えていく、はい、ステップアップをされていたわけなんですね。え、どのぐらいのスパンでゲーセンには通ってらっしゃったんですか？スパン、え、毎日みたいな。毎日ですか？毎日、ほぼ毎日ですね。お、部活動だ。部活動です。まあ、あの放課後はいつもなんで、45分なんで。あ、なるほどなるほど。いや、もうそれはすごい。そしてお家に帰ってもゲームをお父さんと一緒にして。私、まあ、あの弟もいたので一緒にあのスマッシュブラザーズとかそういうのを結構楽しんでやってました。はい、じゃあちょっと振り返ってみると、高校生ぐらいの時っていうのはゲームは1日にどのぐらいしてたんですか？いや、でもゲームセンターが実は門限がちょっと厳しかったんで、いつも8時までだったんで、はい、4時に学校終わって45分かけて行って、はい、で向こう7時に出るんで、まあゲームセンターでやれてたのは休みの日以外は 2,3 時間っていう形なんですけど、はい、まあ、休みの日は昼から行って、高校生なんで10時までには返されちゃうんで、また門限もあるんで8時には返るっていう形ですね。なるほど、もうすごいゲーム漬けの日々を送っていらっしゃったという感じがいたします。まあ、もちろんね、学業もありますから学校でも勉強されていたと思いますけれども。あんましてないです。あれ、あ、そうですか。学校の勉強はまあちょっと置いといてみたいな感じでですね。でもね、だからこそ今のこのプロになったお姿があるわけですから。無駄じゃなくて、そうなんですよ、勉強じゃなくてゲームばっかり頑張ってても、ね、飯は食っていけるわけです。皆さんゲームが好きで仕事したくないみたいな人でも大丈夫なんです。頑張りましょう、徳島のゲーム好きな皆さん。ちょっと勇気づけられますね、これね。さてさて、そのままトントンという感じで、あのプロゲーマーになったというわけではないんですよね。はい、まあ、強くなってそこそこ有名にはなったものの、はい、プロゲーマーという職業その時全然浸透してなくて、まあ、私も何も知らなかったんですね。ただイベントに呼ばれて、まあ、台湾に行って鉄拳をしたり、東京でイベントをしたりっていうのはあったんですが、それでもお金をもらうというのは全然考えてなくて、ただそんな時にそのサイクロップス、まあ、あのビットキャッシュさんが母体となっている会社さんなんですけど、そこで鉄拳プレイヤーを雇うっていうのがあって、一人だけこう、そうですね、まあ、あの探してたんですね、はい、でそこにちょっと応募してみました、私は。ああ、そうなんですね。それがおいくつぐらいの時ですか？それが23ですね。あ、そうなんですね。まあ、結構ちょっと遅めではあるんですけれども、うん、ただ県外とか出るにしてももうちょっと23超えちゃうと厳しいかなと思って、なるほど、ちょっとそこは頑張ってみました。はい、それまでにはなんか別のことされてらっしゃったりとか？まあ、高校卒業してから実は設計士をやっておりまして、はい、で設計してたんですけど、まあまあ、あるね、設計会社がちょっと潰れてしまいまして、まあ、その会社がちょっと潰れちゃって、そこからユニクロさんに就職しまして、まあ、そこでちょっと正社員として働いてたんですが、まあ、あの人生一回なんでちょっとまあ安定はしてないかもしれないけど、うん、プロゲーマーっていう道もあるかなと思って、そこでそうですね、ちょっと仕事を辞めてそちらに行きました。なるほど、まあ、転職ということになるわけですね、これね。あ、転職して、まあ、その鉄拳の枠があるということだったんですけども、見事受かった。そうですね、うん、まあ、あの女性っていうのがまだあの鉄拳のプロプレイヤーいなかったのもあって、うん、まあ、そこもちょっと大きかったんですけれども、まあ、実際私はすごいやり込んでて、まあ、動画を送ってたのを見てくださったみたいで、はい、なるほど。ちなみにその、ね、採用っていうのはどんなものなんですか？あの試験とかあるわけなんですか？一応なんかのトライアウトとかいうのがあって、はい、ゲーセンでこうプレイしてるとこを後ろから一生見られるみたいな、ね、あ、なるほど、すごいのはありました。あと面接ですね、受け答えですとか、はい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 、そういうのもあって、まあ、でも一番大事なのはやっぱり腕だと思いますんで、うん、そして、プロに転向されました。そこからずっと鉄拳やってたってことですか？もう鉄拳ばっかりですね、うん、ずっとも。あ、さっきね、あのエキシビジョンでご覧いただきましたけれども、キャラクターはシャオユー。そうですね、シャオユーっていうキャラクター使ってます、はい、最初からあのキャラクターを。いや、最初はまた別のキャラクターだったんですけれども、まあ、あのいろいろあって一番強いかなと思ったシャオユーに変えました。なるほど。現在のお話もね、ちょっと聞かせていただきたいと思うんですけれども、プロの e スポーツの選手ってどんなスケジュールになっているんでしょうか？
例えばプロの e スポーツの選手といえば、まあ、ちょっと聞こえはいいんですけれども、はい、ゲームばっかりしてます、まあ、それがお仕事なんですけれども、でゲームをやる時間帯、クオータイムが基本夜になりますので、もう昼に起きて、夕方からゲームセンターに繰り出し、閉店までゲームをやり、そして家に帰ってからオンラインで朝まで対戦するという、で寝るのが朝方というね、うん、昼夜超逆転生活で、まあまあそうですね、まあ、プロの e スポーツ選手はみんなこれになってしまってると思います。あ、そうなんですね。でもそれはもう高校生の時よりもよっぽどゲームを教える、当然ですよね。でもやっぱりやってやり続けていかないと腕ってなまっていきます。やっぱり何日か空いちゃうと、うん、やっぱり勘みたいなのは鈍ってくるところはあります。あるんですね。じゃあもう日々が鍛錬の場みたいなもんですよね。で、あのゲームセンターでも練習されているということですけどもね、これは普通にあのゲームセンターにバーッと入っていって、で座ってやるってことです？さようでございます。あ、でも一般のお客さんと同じような感じで？さようでございます。あ、そうなんですね。だからもう普通にゲーセンにいる人と対戦したりとか、うんうん、はい、もありますし、まあ、たまにあの知ってくださってる方と会って対戦お願いしますって言われたらしたりも全然します。はい、今はね徳島離れて暮らしていらっしゃるわけですけれども、もしかしたらこっちの地元に帰ってきて徳島のレーゼンに行くことも。全然アポロにはたまに行ってるんで。アポロにはたまに行ってるということですよ。アポロゲームセンター沖野支店、ここでちょっとアピールしておくんではい、さあということでですね、いろんな話を聞かせていただきましたけども、最後に田中奈選手にとってこの e スポーツとは何か、またプレーのこだわりね、そしてプロ e スポーツ選手としての今後の夢なんかを聞かせていただきたいと思います。あの e スポーツって皆様やっぱり聞き慣れない言葉だと思うんですね。あのゲームって e スポーツなのっていう感じで、それを本当のスポーツと一緒くらいにしていきたい。いろんな人に知ってもらって、あ、こういうものなんだって、熱いものなんだっていうのを知っていただきたい。これですね、夢は。いろんな人に知っていただいて、周知していただいて、またプレイしていただきたいです。人口が増えてみんなでやるとやっぱり楽しいですし、私はこれを広めるためにプロになってますので、どうぞ鉄拳に興味持った方はぜひ触ってみてください。お願いします。はい、ありがとうございました。今日の話を聞いてね、あ、やってみようって思った方もね、きっと増えたんじゃないでしょうかね。最初に選んだのはジーンズですね。こちらの見た目がもう某なんでらバスケットの国と、まあ、その見た目通りで投げ技を主体で戦うキャラクター、プロレスですね。プロレスラーの水本、はい、まあ、投げコンボをもし対戦相手だったら覚えてらっしゃったら、一回投げが飛んでしまったら7割8割投げてしまう投げコンボのキャラクターと思います。強烈な投げ技がプロレスラーばっかりやん。一度決まってしまったら、田中選手というのをやられてしまうようなポテンシャルゲームのキャラクターが先ほどからは思います。ピンピンとモリモリですから。ステージも注目していただきたいんですけども、このステージで床が割れて、一回と下のステージを前に行きます。また来たいと思うので、またマシャルに来てください。